飯使いだ、誰のことだいも、もう忘れちゃったな。そんな恐ろしい奴を頭の中に残したままにしてたら、悪夢を見ちゃうだろう。彼女は威厳ある優しいリーダーよ。一家の主って風格を感じるよね。でも、ファドゥイの執行官まで登り詰めた人なわけだから、きっとそれなりに非情な一面もあると思う。 だから安心して。ポア村長を助けてくれたー恩は永遠に胸に刻んでおくけど、他の場面ではちゃんと用心しておくつもり。お父様は、僕たちに家を与えてくれた。僕たちの成長を導き、みんなが努力すべき方向を教えてくれた。僕がすべきことは簡単さ。忠誠心を維持し、そして、僕たちの家を守ることだ。 子供だけで作られた王国。僕たちの王はお父様。僕は知っている。国王がいつか後継者を選ぶことも、その後継者が僕になることも。でも同時に、僕はそれに対して恐怖を抱くんだ。ふぅ。誰にも言わないでね。特に、妹とフレミネには。 お父様の愛情表現は、必ずしも万人に受け入れられるものじゃない。けど、お父様がいるからこそ、家は、家と呼ぶことができる。お父様は、僕たちが泣くのを嫌がる。涙は、感性と軟弱さを混ぜ合わせたものだって。お父様に叱られるたび、僕はいつも、 水の中に入るまで泣くのを我慢した。幸い、ロマリタイムフラワーがいつも僕に寄り添ってくれてたよ。子供の頃、僕はこう教わった。家のためなら命を捧げるべきだと。けど、お父様が権力を握ってからは、この教えに変化があった。 僕たち一人一人がかけがえのない存在で自分の命を大切にすべきだって。そして持てる限りの力を尽くしてこの世界で自立できるようになれってお父様は教えてくれた。正直に言うとこれって単純な命令に従うよりもずっと難しいんだけどね。 道徳か気取りの偽善者さ。彼女が優雅と親切を見せるのは人をよりうまくコントロールするためだ。彼女の狂った一面を見た者はもうほとんど。打算的な人は別に嫌いじゃない。何しろ俺がファデューに入ったのだって戦う機会がもっと欲しいからだ。 けど、俺はどうしてもこいつのことが気に入らない。裏切ることで利益を手にできるのなら、彼女は躊躇なく女皇様に刃を向けるだろう。彼女の目には、狂気しかないからね。